メガドンキホーテ2位浜松泉町店は、浜松市中区線に所在し、株式会社 UD リテールが運営するショッピングセンターである。なお、東欧項目では、同地で営業していたピアノ浜松泉町店及び、ユニー浜松泉町店についても記載する。店舗は、かつての姫街道、原道の国道257号線沿いにあり、店舗駐車場の目の前に、 泉町南バス停が設置されている。2013年4月、ユニーカ式会社が運営する、ピアゴ浜松泉町店として、旧店舗建て替えに伴い新築開店していたが、2018年12月に、メガドンキホーテ2位に、業態転換にすることが決まり、リニューアル工事のため翌年6月2日に一旦、閉店。2019年8月6日に、 メガドン・キホーテ浜松泉町店としてリニューアルをオープンした。なお、前年12月26日、2019年8月上旬に再オープン予定であると発表されている。1973年9月、大型ショッピングセンター、ユニー浜松泉町店として開店。当初の店舗は、屋上駐車場付き2階建て、店舗面積約4490平方メートル。 開店後、浜松市中心部に存在していたユニーコ型店2店の移転後継店ともなった。当時徐々に広がりを見せ始めた繁華街に立地する GMS 店舗が郊外に移転する先駆けとなった店舗である。2009年2月にユニーの店舗ブランド見直しが行われ、ピアゴ浜松泉町店に改称しかし、開業初期からの建物の老朽化が進んだため、 2012年5月20日をもって一旦閉店。その後、同年7月より建て替え工事に着手した。2013年4月20日、新たにピアゴ浜松泉町店として新築開店。なお、正式開店前の4月17日にプレオープンしている。店舗は地上2階建て。店舗は1階及び2階となっており3階に屋上駐車場がある。 店内には LED 照明を採用し、駐車場に電気自動車用充電ステーションを整備するなど、環境に配慮した店となっている。また、開店時は文化活動継承の一環として、浜松祭りの近隣六町のタコの展示をしていた。当時のストアコンセプトは、高品度来店型上質日常生活便利店を目指してとしていた。ピアゴだった頃は、1階の直営売り場は、 南側半分が食料品売り場、北側半分が日用品売り場となっており、直営売り場の北側と東側にサービス店舗や軽食店の専門店が並んでいた。2階は中央に直営の衣料品売り場があり、その南北に書店や雑貨店、婦人服店があった。ユニードンキ法廷の改装後は、書店や100円ショップなど大部分のテナントは撤退したが、 一階が食品中心という構成は継続されており、二階がおもちゃ、家電、雑貨類などの売り場となっている。なお以前は当店舗から北へ 3km ほどにアピタ書生店があったが閉鎖された。ピアゴ浜松泉町店に関するカテゴリー。ありがとうございます。